腰のすべての悩みがこの動画で解消できます。朝起きると腰が痛い、座ってると腰が固まってしまう、立ち上がるときに腰が伸びない、今回はあらゆる腰痛の原因である腰の奥にある深層のコリをほぐして解消する動画になっています。たった1回で長年続いていた腰痛、慢性的に重かった腰が嘘のように改善して人生が変わると言ってもいいぐらいの効果が出る動画になってますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず最初に今の腰の状態をチェックしてほしいんですけど、腰に手を当てていただいてお尻が浮かないような状態を作ったら体を真横にグーッと倒してください。左右行ってみましょう。この時の腰の痛み、突っ張り感覚えててください。次に手をバッテンして体をねじっていきます。この時に感じるこの辺りの腰の突っ張り覚えておいてください。最後は座った状態でもいいので体を前に倒していきます。この時に前に倒しただけでも腰が突っ張る人結構重症ですので、でも大丈夫、たった1回で変わりますから早速やっていきましょう。はい、最初はここすねの筋肉を緩めていきます。腰なのにすねの筋肉緩めるの？そうなんです、ここと腰、筋膜でつながっています。なので慢性的にすねが張る人腰痛になりやすいんです。はい、そしたらすねの骨の横側ちょっとね膨らんだ筋肉があります。指3本両方使ってグッと押してみてください。押したら足首をこのように動かしてほしいんですけど、足首を上げた時にモリってした場所、ここを押さえられてれば OK です。できる限りグーッと強めに押した状態で足首を動かしていきます。よーいスタート。ぐーっと指先力入れたら足首をこのように動かしてください。なんかツーンと響く感じ、この感覚があればめちゃくちゃグーです。はい、ここの前脛骨筋という筋肉にしっかり刺激を与えられていることになります。ぐーっと押して足首を動かしてください。はい、これねちょっと力いるから30秒で短めにいきましょう。はい、いいですよ。今度は膝の真後ろを押していきます。ちょうど膝をこのように曲げ伸ばしした時にちょうどこの膝裏の曲がる部分に両親指をグッと差し込みます。こんな感じです。膝裏をグッと親指で圧迫した状態で足首をこのように動かしてください。足首を動かしている時にふくらはぎがモリモリって動いている場所、そこにグッと親指が入っていれば OK です。よーいスタート。グッと握っていただいたら足首をパタパタと動かしてください。はい、まあすねのこの前側、前脛骨筋よりは、まあ、そこまでこう痛いなって感覚は少ないと思うんですけど、でもしっかり刺激入ってますよね。はい、この辺りも膝裏からもも裏、お尻、腰っていう風にベローンって一枚筋膜でつながってるんですね。なのでここが硬いと腰の筋膜のところまで影響出て腰痛の原因になります。今日はね、ほんと根本的に取っていきますから腰痛の原因しっかりやっていきましょう。はい、いいでしょう。はい、そしたら今度太ももの外側を押していきます。拳のこの部分を使ってこの部分、膝の少し上の外側、ここをゴリ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 って拳をこのように動かしながらほぐしていきます。よーいスタート。拳をグッと押し当てたらゴリ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 ってマッサージしていきます。ここも痛い。はい、ね、ここの外側はだいたい筋膜張筋といって、腰でいうちょっと外側の部分の、まあ、筋膜とか緊張部分に関わってます。なので最初この横に体を倒した時に痛かった人はこの大腿筋膜張筋も大腿が硬いです。はい、別に逆じゃないです。大腿筋膜張筋が大腿硬いっていう逆ではないんですけど本当にそうなんです。はい、そしたら拳少しずつ上に行ってちょうどお尻のちょっと横側ぐらいまで押せたらめちゃくちゃいいです。体をこのように倒した状態でこんな感じで拳ゴリゴリマッサージしていきましょう。結構お尻の横あたりまでいけるといいです。ここ出っ張りの骨の少し上の部分までゴリゴリしてください。ここも硬いよね、このお尻の筋肉ね。はい、このあたりちょっと重点的に押していきます。うおー響く。はい、お尻のコリも取ります。はい、もうこのお尻のコリもね結構腰痛の原因になりますからしっかり取っていきましょう。はい、いいですよ。はい、まだ片方の足しかやってないんですけど、この状態でバッテンしていただいて体ねじってみてください。やった側の足のここが緩んでるんでねじりやすくなってるはずです。もう一つ腰に手を当てて横に倒れます。いえ、すごい倒れません？反対側はまだ突っ張ってますよね。足やっただけでもこんなに腰まで影響出るんです。
反対側もやっていきましょう。指3本出してスネアを押したら足パタパタいきます。よーいスタート。3本の指でしっかりグッとスネアを押したら足首パタパタしていきましょう。今押していただいて、なんか左より右の方が痛い、またはね右より左の方が痛い、ね、こっち側の方が痛いんだっていう方はね、体のバランス崩れてしまっています、まあ、要は左右の、ね、筋肉の硬さが違う状態なので、これも腰痛の原因になりやすいから、痛いなとか硬いなと思った側はちょっとね長めにやってあげてください。はい、僕はちょっとこっち側の方がねちょっと痛く感じますね。皆さんどうでしょうか。ぜひねコメントで書いて、まあ、記録にね残しておくといいと思います。はい、いいですよ。はい、次は膝の曲げ伸ばしのちょうど曲がる部分、ここに親指をグッと膝裏押したら足首パタパタです。よーいスタート。グッと押し当てていただいたら足首を動かしていきましょう。はい、あ結構ね刺激入りますね。ここ押して結構痛い方は膝がしっかり伸びない、ちょっとね曲がっちゃってる状態が続いてるかもしれません。はい、これもね腰痛の原因になりますから、しっかりねこの膝裏もほぐしていきましょう。一般的にはね最初押したスネよりはこの膝裏の方が痛みが少ないと思うんですけど、私膝裏の方が全然痛いですって方はちょっとね膝周り硬くなっちゃってるかもしれないんで、重点的にやってみてください。はい、いいですよ。はい、外側いきます。拳で膝の上の部分からゴリゴリをしてこんな感じで上に上がっていきましょう。よーいスタート。拳グッと当ててゴリゴリ押していきます。ちょっとこうお姉さん座りにするとね、あのここ外側ね結構押しやすいです。はい、でこの今押してる外側から対しては実はね O 脚だったりとか、この立ち方にがこう外側にね体の外側に体重がかかっちゃってるケースが多いんです。これもね実はね腰痛の原因になっちゃうんですけど、もう分かんないじゃないですか正直。なのでもう僕はそういった腰痛になりうる全ての原因をこの動画で解消できるように詰めてますから、はい、もう安心してやってください。この動画だけで大丈夫です。はい、どんどん上に上がってきてくださいね。そしたらこの骨の出っ張りのちょっと上あたり、まあ、ちょっとお尻になりますね。お尻の外側を最後もうちょっとゴリゴリ押していきましょう。ここもね硬くなるとね腰悪くなっちゃうんで、はい、まあ、悪くなってね腰の動きが悪くなる感じですね。で腰の動きが悪くなるっていうのはなんかもうあとはもう腰痛の原因になる動きしかできなくなっちゃうということなので、はい、もうちょっと押していきます。痛いね。うん、でも大丈夫、頑張りましょう。もうちょっとなんで。はい、いいですよ。はい、両足終わりました。また簡単にでいいのでチェックしてみてくださいよ。両方いきますね。どうでしょうか、倒す時も。おー、しっかり両方動きますね。すごいでしょ。でもねこっから腰周りの深層筋狙っていきますから、根本的に腰痛やっつけていきましょう。はい、そしたら今度腰にこんな感じで手を当ててください。この部分にちょうど骨盤の出っ張りがこうぶつかると思います。上の方触るとお肉の筋肉があると思うんですけど、少しずつ手の位置を下に下げていくと、おなんか骨にぶつかるなって箇所あると思うんですね。これね骨盤です。指先をグッと4本曲げてみてください。そうするとね今度ちょっと骨盤の内側の筋肉だったりお腹の肉にね指が食い込ませれると思います。グッと食い込ました状態で息を吐きながら体を前にグーッと倒していきます。腰が痛くてちょっと前倒しにくいって方は緩やかに前倒すだけでも大丈夫です。よーいスタート。指をグッと入れたらお腹の力を抜く、まあ、息を吐いた状態で体前倒していきます。これ繰り返します。グッと指先力入れて息を吐きながら前倒します。はい、骨盤の内側についている腸腰筋しっかり緩めていきましょう。はい、グッと押してグッと押して体前に倒して内側押してください。まあ、やっぱりこれ何をやってるかというと骨盤の内側に腸腰筋を緩めているので、やっぱねここに指がしっかりね入れることを意識してください。内側の筋肉を緩めているんだっていう意識はしっかり持って行っていきましょう。グッとして息吐きます。はい、いいですよ。
はい、そしたら今度片手のここの部分を使って、先ほど骨盤のこの出っ張りの部分を探しましたよね。ここ自体をグリ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 ほぐしていきます。ちょっとねこっち側に体重をかけて押しやすいポジションを作ってください。この状態で骨盤の縁の部分をグリ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 と押していきます。よーいスタート。はい、いてててて骨盤の縁をグリ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 って動かしていきます。こう動かしてます。こういう感じで、はい、痛い。はい、ちょうどこれね、意識としては筋肉を押すっていうよりは骨盤の骨を押す意識で行っちゃって全然大丈夫です。骨にね筋肉ってくっつくんですけど、ちょうどね骨についてて筋肉の部分が硬くなりやすい場所なんですよ。はい、痛い。でちょっとね骨盤のこの前側の部分も人差し指でグリグリで、この腰の後ろの部分も親指でグリグリ。はい、これを繰り返していきます。痛いな、グリ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 押す反対側にちょっと体重を寄せていただいてグリグリ押していきます。もうね結構ね弱い力でも痛いので、先生そんな強く押せないでそこっていう人は弱い力でもいいから、この骨盤の縁をね、この指のこの部分を使ってグリグリ押していってください。はい、まあ、ここも結構ね筋膜系の痛さですね。はい、ダダ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 ダ
痛いな。でもね、この痛みをね、多分僕以上に感じてる方絶対いらっしゃると思うんですよ。本気のこう腰痛の方って、あの痛い、本当に痛いって感じてる人ほど終わった後すっきり感半端ないんで、はい、ちょっとねこの最後のこのね、あ、やってよかったって思える動画になってますから、この痛みちょっとね耐えて頑張っていきましょう。もうちょっとですから、はい、いいですよ。はい、どうでしょう、もうちょっと腰なんかあれいつもより軽くなってきたのって感じた方結構いらっしゃるんじゃないですか。でもまだまだここから深層筋ですよ。腰痛の根源の部分でやっていきましょう。さっきは骨盤を触っていましたね。今度は上にずらしていただいて、肋骨が触れるのわかりますか。肋骨のね、デコボコした感じの部分触ってみてください。そしたら少しずつ下に降りてきます。そうするとあれ、肋骨がなくなった部分あると思います。人差し指がおへそのラインぐらいに来ていると、このポーズで親指がしっかり腰痛の原因である腰方形筋って筋肉にねピタッと当たってるんですね。筋肉の硬い寿司みたいなところを親指でちょっと痛いなぐらい圧をぐーっと加えてください。加えたら反対側の手を溝落ちにこのように当てていただいて、この腕を支点に体を丸めるように倒してほしいんですよ。要は体をこういう風に前に倒すんじゃなくて、こういう感じでちょっとね腰を丸めるように前に倒してほしいですね。僕前向いたり後ろ向いたりするので、親指の向き、体の倒し方よく見てやってみてください。よーい、スタート。グッと親指押し当てたら体を斜め前に倒します。はい、グッと押して斜め前、グッと押して斜め前。ちょうどね斜め前に体を倒した時に、この押してる部分の筋肉がちょっとモコッと上がってきて、ちょっとね押してる部分をこう反発させるような力が入ってるとめちゃめちゃグッドです。押して斜め前倒す、押して斜め前に倒す。ちょっと腰を丸めるように斜め前に倒します。はい、こっちから見せてみます。はい、押して斜め前に倒します、押して斜め前に倒します、グッとして斜め前、グッとして斜め前。はい、これを繰り返していきます。ちょっとね、この辺り一体周辺ランダムに押しちゃって大丈夫です。押して倒す、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 押して倒す。はい、いいですよ。はい、そしたら今度反対側行きましょう。よーい、スタート。押して倒す、押して
して斜め前です。斜め45度前、このラインに対して体を丸めるように倒す。そして倒す、押して倒す、腰を丸めるように倒してください。あのね、この方法本当に画期的だなと思うんですけど、今回ね、この長い動画の中で、この動画ね、かなり効果が高いです。はい、ただこの方法やっただけでも結構ね、楽にはなったりするんですけど、やっぱね、根本的に改善させるっていう場合は、このトータルでね、やった方が確実にいいので、はい、時間がなかったらこの方法だけでもね、いいかもしれません。ちょっともう一回見しましょう。はい、この辺りですね、押していただいて斜め前、腰を丸めるように倒してください。こう倒れるんじゃないですよ。お尻は上げないで腰を丸めるように倒します。押して丸めるように倒します。押して丸めるように倒します。はい、これを繰り返していきます。倒す、そして丸めるように倒す。はい、もうちょっとです。頑張りましょう。そして丸めるように倒す、そして丸めるように倒す。はい、いいですよ。今度は先ほど押した部分を拳のここで押していきます。今度は斜め前じゃなくて真横に倒れます。なので拳の当てる位置も真横ら辺にグッと押し当てて、そのまま横に倒れていきます。よーい、スタート。グッと当てたら真横に倒れます。グッと当てて真横に倒れます。グッと当てて真横に倒れます。さっきよりはちょっと短い時間で大丈夫です。はい、いいですよ。反対側いきます。よーい、スタート。グッと押したら横に倒します。グッ、横、はい。まあ、ここはね、腰方筋だったり、なんか、ね、腰の横側についてる筋肉、はい、このあたりをダメ押して緩めてる感じです。ここまで徹底的にやるから変わるんですね。はい、しっかり押し倒していきましょう。はい、 OK です。どうですか、めちゃくちゃ体ねじりやすいし、横なんかも最初と比べ物にならなくぐらい倒れますよね。はい、そしたら腰の真横の筋肉、ちょうどこの部分にね、腰骨があって、骨の出っ張りをね、こうやって触ると感じれると思います。この骨と同じようにまっすぐにこんなように走っている筋肉です。先ほど斜め前に倒れた時と似たような感じなんですけど、背骨の真横に親指をグッと押していただいたら、腰をこんな感じで丸めてください。押して腰を丸める、これを繰り返していきます。よーい、スタート。グッと押したら腰を丸めてください。グッと押して腰を丸めます。グッと押して腰を丸める、押して腰を丸める。そしてだんだん押してる部分が下に下がっていきます。押して腰を丸める、押して腰を丸める、押して腰を丸める。これを繰り返していきますね。押して腰を丸める。押して腰を丸める。グッとして丸める。腰の下の方までしっかりやっていきましょう。ちょっとね、下の方に行くと親指がね、だんだん立てにくくなってくると思うんですけど、できる限り親指で腰を押せるところまでいいです。はい、押して腰を丸める。押して腰を丸める。はい、これを繰り返していきましょう。はい、そしたら押した部分、ストーンとまた今度上に上がっていきます。ここから上に上がっていきましょう。押して腰を丸める、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 押して腰を丸める。はい、いいですよ。は
はい、お疲れ様でした。チェックしていきましょう。まず最初、腰に手を当てて体を横に動かします。どうでしょうか。最初感じた突っ張り感、また痛み、かなり改善してませんか。体バッテン作って今度ねじります。こんなに体ねじれたんだってぐらいシュッシュッと動けるようになってますよね。はい、そしたらね、体最後前に倒してみましょう。体を前に倒していた時に感じていた腰の突っ張り感、全くないって言っていいほど取れていると思います。また立ち上がった時にね、腰が重く感じたとか、今ね自分がこう気になっていた動きもチェックしてみてください。この動作全部変わるような内容になっているんです。この動画たった1回やるだけでもこんなに根本的に変わるんですけど、今から一生腰痛にならないための知識を最後お伝えします。腰痛にならないための大原則として、体のバランスを左右同じにしてあげること、これがすごく大事なんです。でもこれだけ聞いてもよくわからないですよね。日常生活でどういう時に起きやすいかお伝えします。まず一つ目は足を組むです。やっぱり足を組むと体片方によって片方の腰の筋肉の突っ張りの原因になり、最終的には腰痛になります。骨盤もずれて体のバランスも悪くなるのでやめてください。2つ目、パソコンとかスマホ触ってる時に体を片方にこのように体重を寄せること、これも実は足を組むとほとんど一緒なんですけど、体のバランスが崩れていてこうやってね作業する癖になっちゃうんですよ。これもやめてください。はい、そして最後は立った時にこのように片方に体重をかけるような立ち方をすること、これも同じです。体のバランスが崩れる立ち方で筋肉の使い方、左右差を生んで腰痛の原因になります。今言った3つのこと、体の癖がついてなかなか治せないよって思った方いらっしゃると思うんですけど、今日やったこの内容、この体の癖を取るための方法でもあるんです。なので今そんなに足を組みたくなかったり、体をこのように斜めにしなくてもバランスよく座れていると思います。この体の癖があるなって自覚がある方、この動画最低でも2週間は続けて、1週間メニューを組んだものを皆さんにお届けしますので、ぜひ概要欄から LINE の登録もよろしくお願いします。たった1回で腰痛変わった人、ぜひコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。